PCX のリアキャリアの取り付けをします。これはワールドウォークというところの PCX 用のリアキャリアで、 PCX の1型と今の最新型の2型両方とも取り付けてきますね。125、150、全部取り付けできるやつですね。それで1型の前期後期乗ってる人はカウルに穴開けないといけないんですね。それで新しい PCX 乗ってる人はなんかリアカウルのところにカバーがあるらしくて、それを外すとすぐにボルト穴があるらしいんですけど、私のはこれ PCX150 なんですけど、カウルに穴を開けて取り付けです。それでなぜこれにしたかというと、結構いろんなメーカーからリアキャリア PCX 用のは出てるんですけれど、まあこの上に私はリアボックス乗っけてしまうので、形とか色とかは別に何でもよかったんですね。それで北子さんとかステンレスとかの銀色の立派なの出てるんですけど、ちょっとお値段が高かったので、この安いワールドウォークのものにしました。で、これも1年以上使ってるんですけれど、サビも出てこなくて、で、変形なんかも当然してないので、まあ十分かなと思いますね、これで。概要欄の方にリンク貼っときますので、もしよかったら見てください。で、私 PCX125 とか150のホームページもやってるので、そっちの URL も貼っときますので、もしよかったら見に来てください。もうこれ4つのボルトで止めるだけなので、本当に簡単ですね、取り付けは。それでカウルに穴を開けると、その下側にはもうボルトが切ってあるので、本当にもうボルト4本締め込むだけで取り付け完了です。どうも動画見ていただいてありがとうございました。